ただきましたメッセージになります。クラウドファンディング関連でいただきましたミンクスさんのノートになります。こちらはクリアファイルになります。ミンクスさんの公式 X からになりますが、2024年度のミンクマについての説明がされていらっしゃいます。ミンクマ2024は6月2日日曜日に早稲田大学大熊記念講堂にて開催されました。折しもこの日は東京六大学早稲田大学が見事優勝を決定づけた日でもありました。6月2日大熊講堂で開催されましたタイムトゥーシャインが無事終了という終演後のミンクマさんからのお礼メッセージになります。早稲田大学ハワイ民族舞踊研究会、通称ワセフラさんの説明です。バンカライズムさんの説明内容です。素晴らしいコラボステージを見させていただきました。立教大学ルミナスさんと慶応義塾大学ユニコーンズさんの説明内容になります。今回ミンクマ開催のコンセプトについての説明になります。こちらは入り口でいただきましたパンフレットに記載されておりますプログラムになります。